ひらめが丘は、今、目の前にある、電柱あるじゃないですか。この電柱の上に乗れるんですよ。これがまあ、小ネタみたいな、もんで、まあ、写真撮影とかよくここでやってる人いる。ギリジャンかな？あー、落ちちゃった。あれ、これギリジャンじゃいけなかったっけ？それともこっちの方がいいのかな？あ、惜しい。あ、こんな感じで、乗れます。ここ乗れます。これはすごい有名。結構乗ってる人もいるんじゃないでしょうか。眺めいいんだよね。すごい眺めがいい。ひらめが丘団地。お、布団いっぱいかかってるな。これ雨降ったらどうなんだろう。誰がしまうんだろう。これクラゲの。びっくりした。え、これ顔に見えた。ゴミ袋か。顔に見えた。怖ーい。今びっくりした。ちょうちんやんこの顔に見えたわ。あとね、もう一つね、バグがあって。この室外機の、なんていうんだ、この。これなんていうんだっけ。これ。なんだっけな。室外機違う。これポリタンクみたいな。ポリタンクみたいなのがあるんだけど、この上も乗れるんだよね。これも結構有名なんだけど、まあ、勢いつけて、この室外機に、ジャンプすると、なんか、ああ、そうそう、こうやって乗れるんだよ。上まで。で、上まで乗れるから、こう、動きの、乗りの乗る。簡単でしょ？ここも乗れるんですよ。でね、リッターだったら、こうやって上から抜けるから、これ結構ずるいんだよね。あそこも届くし。下からだとね、どうしてもちょっと届かないじゃん。ギリ届かないんですよ。で、ここ乗ってもなんかギリ届くぐらい。ほら。なんだけど、この技使って、あー、ちょっと足元が乗れない。あ、いけた！そう。この上に乗ることができると上からこうやって抜くことができるという、隠された小ネタ。ひらめが丘団地もうスプラトゥーン2では出ないみたいだから、スプラトゥーン3に行きたいかな。早くやりたいですね。あーははは！